アルフレッド・ダンヒルは、は、イギリスの企業家、タバコ、ライター発明家、ロンドンに本拠を置く高級ファッションブランド、ダンヒルの創業者でもある。弟は作曲家のトマス・ダンヒル。1872年9月30日イングランドのミドルセックスで誕生。1890年割引自動車会社を設立し、通信販売でアクセサリーを販売した。 1893年父親の家業であるモーターアクセサリーを販売する会社を経営し拡大した。1902年メイフェアにショップを開いた。1904年に運転手が喫煙中に運転手専用のフロントガラスパイプを開発してパイプ製造事業に参入した。1907年セントジェームズにタバコ専門店を開きオーダーメイドのタバコブレンドを提供しました。 1920年代ニューヨークとパリにショップをオープンした。彼の国際的な野心により、ダンヒルは現代の高級品市場の創造を支援した。1928年会社の会長を息子のアルフレッド・ヘンリーに引き継ぎ、健康上の理由で退職。1945年妻が亡くなった後、愛人と結婚。紋章付きのダンヒルユニークライター。ありがとうございます。